皆さんこんにちは、松本ゆりかです。安藤農園渡辺です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回は事前準備しましたけど、はい、今回何しますか？はい、いよいよですね、はい、種まきをしていきたいと思います。はい、レタス、ミニチンゲン菜、ラディッシュ、はい、これを今日種まいていきたいと思います。前回はプランター、粒の細かい土、鉢底石が必要なことを教わりました。今回はプランターに鉢底石を敷いた状態から始めます。ではいよいよ土入れですか？そうですね、はい、こちらにじゃあ今日はですね種まきですので、はい、種まき用の泥を用意してます。はい、入れますよ。ちょっと待ってください。なんでこれは、はい、なんかダメでした？ここでワンポイントです。ほう、こういう市販の培養土っていうものはですね非常に乾いてます。でこれを乾いたまんまプランターに入れちゃうとどういうことが起こるか今見てもらいます。あれ、なんか水吸ってってない気がする。浸透してってない？そう、その通りです。ほう、プランターに入れてそのまま水をかけるとですね、実を言うとこういうふうに水はどん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 表面から流れていくだけで、中の方はまだ乾いてます。本当や、初めて知りました。はい、でこのまま、野菜を種まいて育ててしまうとですね、こういう乾いたところの土にはですね野菜の根っこって入っていかないんです。そうするとせっかく土があるのに肥料も吸えなかったり水ももらえなかったりしますので、まず一番大事なことは土と水をなじませてあげることです。まず水をやったらですね、小麦粉をこねるように、だんだんね水を含むとですね色が変わっていきます。本当だ、またさっき白っぽかった。うん、白っぽいのがだんだん黒っぽくなっていきますので、はい、これが握ったら崩れないぐらい、うん、握った時に水がジャバジャバ出るのもダメです。で固まらず最初からボロッとなるのもまだ水が少ないという、はい、水をかけたらさーっと染み込んで、本当だ。では入れますね。はい、どんぐらいいきます？たっぷりですか？はい、まず最初はたっぷり入れていってください。はい、OK です。はい、で、表面を軽くならしてあげてください。はい、こんなたっぷりいくんですね。はい、水をやった時に、ここウォータースペースっていうんですけども、満タンにやってると外に流れ出てしまう水が、うん、それを防ぐためにこのぐらいで止めておきます。はい、じゃあこちらのプランターにまくお野菜は、はい、ガーデンレタスミックス、はいはい、普通のリーフレタスとしてですね、食べれるんですが、今回はですねベビーリーフで食べるために、このようにいっぱい種をまいていきます。じゃあちょっと手に出してみましょう。はい、ちっちゃ、薄いっていうか見失うじゃないですか。これちょっと分かりにくいかもしれませんが、ちっちゃすぎてパラパラパラっとまんべんなく、そうですね、まんべんなく。こんな浮いてていいんですか？はい、レタスっていう種類のものは光合成ってちょっと難しい言葉で言うんですけども、光を好んで、発芽する。ですのでこの上に土はかぶせません。ただこのままでやると、種が非常に乾きやすい。押さえてあげてください。はい、はい、はい、種まきが終わりました。あっという間。僕ら農業してて一番
今でもなぜか感動するのがですね、芽が出るところなんです、ここはね、皆さん見逃さず、芽が出た時の感動をですね、ぜひ味わっていただきたいですけども、じゃあこれ種まきした後は水をかけていきます、はい、水をですね、強くかけてしまうと、低いところに集中してしまうので、なるべく優しい水流でかけてあげる。はい、どんぐらいいきますか。上がね、しっかり締めるぐらい、ここはね、多くても大丈夫です。最初の水やりはなるべく多めで、はいはい、水やりは毎日やる。いえ、水やりはですね、表面がですねちょっと乾いてきたかなってぐらいの時にやるんですけども、はい、ただ発芽するまでというのはなるべくなら、毎朝1回かけてあげるぐらいの頻度で、発芽するまではかけてあげる。芽が出てきてくるとですね、根っこが、泥についてくるので、そうすると今度はちょっと乾かし気味にしていきます。根っこってなんで伸びていくか分かりますか。なんで伸びていくか、はい、栄養を求めて伸びていく。そう、栄養と水を求めて伸びていく、うん、これ上の方に水がいっぱいあるとですね、下に行かない。そう、おお、はい、一段落ついたところでちょっと休憩しましょう。野菜ソムリエの資格を持つ渡辺さんから旬の食材の豆知識を教えていただきます。何か教えていただけます。はい、今回はですね、はい、じゃじゃん、じゃじゃん、いちごでございます。はい、いちごをね、まあ、冬からずっと春までがね旬になってまいりますけども、松本さん、いちご、はい、どこを見て買いますか。どこを見て買う。赤さ、真っ赤か真っ赤じゃないか。正解です。お、ここにですね、中に種見えますよね、はい、この種がこれ緑、うん、でこっちは真っ赤っか、はい、真っ赤っかの方が売れてます。へ、とかいちごって、あ、そこで見分けるんですね。いちご自体ではなくて。いちご自体もそうなんですけど、種まで赤くなったのが完熟してる証拠になります。お、なるほど。軽く産毛みたいなのもついてますけども、うん、それがついてた方が、貯蔵性はいいです。ですので食べる前に洗う、うん、それともう一つはヘタですね、はい、ヘタも食べる前に落としてもらいたい。うーん、取ってから洗うとですね、やっぱそこからもビタミン C が抜けていきますので、なるべくなら食べる前にヘタを取る。で、今食べていいですか。どうぞ早速ビタミン C 取っていいですか。ビタミン C 取る、どうぞ。いきます。おいしい。完熟してるのいきます。おお、こっちだわ。違う違う、そんな変わらんかなと思ったんですけど、やっぱ違いますね。食べ比べると甘みがすごい。こっちはこっちで酸味は感じられる。どちらも美味しいですね。では続いては、はい、続いてはですね、ミニチンゲン菜と、はい、ラディッシュ、20日大根ですね、はいはい、こちらを撒いていきたいと思います。ともに植え付け後1ヶ月ほどで収穫ができ、同じ青虫系の虫がつきやすい2種類の野菜を今回は同じプランターで栽培します。これをどう植えていきますか。はい、それではですね、まず、種まきの方法、さっきはね、ばらまきというやり方でレタスやりました。で今回はですね、じゃあラディッシュの方は筋まき、ミニチンゲン菜の方を、点まきというやり方でやっていきましょう。はい、はい、ではまずじゃあラディッシュの方から。筋まき、はい、筋を作るってことですか。そうですね、字のごとく筋を作っ、はい、今ここにちょっと筋作ってますけど、はい、そこに、そうですね、3センチピッチぐらいで、種をポンポンと置いていってください。あ、3センチ間隔で、間隔、そうですね、ここ入れます。はい、次、この辺、うん、一つに一粒でいいんですよね。そうですね、地道ですね。地道ですね。今回大根と
ミニチンゲンサイはですね、光がないところで発芽するものですので、はい、覆土っていうですね、上に土をかぶせていく作業をしていきます、はい、でここでワンポイントです、この覆土、上にかぶせる土の量というのは、この種の大きさによって変わってきます、うん、この種の大きさの厚みの約2倍から3倍の土をかぶせる、ということはどっちが量を、はい、大根の方が多くかぶせますし、チンゲンサイの方は少なくかぶせます、はい、かぶせるってどうやってかぶせるんですか、はい、そうですね、あのつまみながら、 両脇をつまみながら、そうです、そうです、こんなもんでいいんですか、そうです、そんなもんでいいです、密着するようにちょっと押さえてあげてください、うん、そうです、あ、気持ちいい、ふかふかですんでね、はい、いいですか、はい、はい、じゃあ続いてチンゲンサイ、はい、これはどうやっていくんですか、何巻きでしたっけ、ね、天巻きというやり方に、今度はですね、間隔をちょっと広めに開けながら種をまいていきます、はい、このラインだったら4箇所ぐらいですかね、はい、に3粒ずつまいて、おー、そんないくんですか、はい、これ1粒で1つじゃないんですか、1粒で1つできますけども、ミニチンゲンサイはですね、いいことに同じところから3つぐらい育てても育ちます、へー、できました、はい、じゃあこれはですね、先ほどの、ラディッシュよりもちょっと軽く少なめに土をかぶせるようなイメージで、本当にちょっとだけで、そうです、はい、はい、はい、できました、なめくじがつきやすいレタスはレンガなどにアルミホイルを巻いたものをプランターの下に敷きましょう。なめくじが嫌いな金属と通気性が良くなることでなめくじがよりつきにくくなります。またラディッシュとミニチンゲンサイは市販のプランター用ネットをかけると農薬を使わずに虫予防ができます。水やりの時にはその都度ネットを外してください。今回は種まきをしましたね、はい、ちょっと発芽の瞬間でしたっけ、おっしゃったの、はい、楽しみですね、ぜひ味わってみてください。次回は何をしますか、はい、次回はですね、夏野菜の王道、はい、ミニトマトとピーマンを植え付けていきます、はい、どんどん楽しみが増しますね、はい、それでは皆さんもやってみてください、はい、では皆さん次回もお楽しみに、さよなら。